隣接する電話ボックスもデザインが似せてある。後楽館は、秋田県鹿角郡小坂町にある小坂町立の芝居小屋。建物は国の重要文化財である。旧、金毘羅大芝居や永楽館とともに、日本最古級の劇場の一つとして知られる。2011年に指定管理者制度を導入し、町の直営から第三セクター企業、小坂まちづくり株式会社の管理に移行した。木造2階建て。切妻造り妻入りで、屋根は銅板葺きとする。平面規模は、正面約 28.2 メートル、奥行き約 38.2 メートル。小坂鉱山を経営していた合名会社、藤田組によって建てられたもので、棟札により、明治43年の建築であることが判明する。設計者は、小坂鉱山工作課営前係長の山本達之助とされる。下見板張りの白塗り、上げ下げ式窓と鋸歯状の軒飾りが並び洋館風の外観を持つ一方、桟敷、花道、切り穴など、典型的な和風芝居小屋の内装で、和洋折衷の作りが特徴である。移築や復元を行わず、現在も利用されている和洋折衷の木造芝居小屋として最古である。当館より9年、古い1901年築の永楽館は、2008年に創建時への復元工事をして再利用されている。現存する日本最古の劇場である1835年築の旧金毘羅大芝居は1972年から1976年にかけて移築復元されている。歌舞伎大芝居などの特別な公演がある日と休館日以外は常設公演の有無に関わらず施設内を見学でき、特に12月から3月の舞台が空いている場合に限り舞台を回す体験などができる。ありがとうございます。